長剤ですか。成長剤。リオフェルミンとか。リオフェルミンとか。腸が不便前に、あの常に上げて、お腹の中の善玉菌を常に活性化させるっていうか、カルテを減らしたり、一見のビオフェルミンでも、ペット用の成長剤。あ、ペット用ってヨーグルトを食べさせるから。ヨーグルト、はい、クレームやつだったら問題ないですか。食べない子もいますかね。食べない子のためにこれを持ってる。うん、スカスカ。あ、柔らかい。あ、それ、あ、特にウエットフード。ああ、塩が食べやすいんです。香りが強い。はい。香りでちょっと強い。基本的にはドライフード。食べた。